あ、やっぱコメント欄がめっちゃあれでいっぱいよ。久保田選手、久保田選手知ってるみんな。久保田選手がな、5時間前ぐらい、5時間前ですか、生配信中に、はい、明日戦う予定の TikToker にリスナーギクエつけて、向こうがめっちゃ血出て、はい、明日試合できないみたいになったじゃろ、はい、まあ、俺生では見てないんですよ。まあやっぱ怖いですよね。俺もブレイキングダウンの運営に次のオーディションは会場に入る前から同意書を書かせて、どんな乱闘が起きても怪我をしても血が出ても一切の責任は負いませんみたいな。バンダカムラさんと同じ発想だ。そうです、うん、それがないと多分下手したらこう訴えられたり、本当に捕まる人って今後出てくると思うんです。確かに、だってどこまで揉めていいのかっていう分かりづらいよね、あのオーディションの最中は。本当にツイッターでちょっと流れてきたのを見ただけやけ、はいはい、あんまりちゃんと見てないけど、タイミング間違えたよね。ちょっとオーディションの時やったら、はい、もう OK やったけど、はい、直前記者会見でやることじゃなかった、ね、あと生放送、相手がうわーってなって、うわーなってどっちも戦闘態勢に入っとったら、まあ確かに殴られるか殴られるか分からんし、もうそういうこともあるけど、あれけど、でも、はい、あっち戦闘態勢入ってないのにやっちゃったよね。あ、はい、TikTok からでしたっけ、うん、はあのなんか乱闘するような人じゃない、うんうんうん、平和主義。でも俺あの TikTok か実は知っとって、俺全く知らんかったんやけど、はい、毎日俺にメンションしてインスタストーリー上げるちゃうんですよ。なんかもう全然俺関係ないネタなのに TikTok でなんかギャグみたいなショーでずっと俺をメンションしてくると、毎日毎日だけど、やばいっすよ、こいつやって思ったもん俺。あ、朝倉未来と同じこと社長が言ってる。あ、同じこと言っとったんや。あ、そうなんすか。そうなんや。ただタイミングが違うってこと。タイミングが合っとけばね、別にいいよね。あれも試合できんくなったっていう事実が事実、うん、そのいいか悪いかは試合ができとけばよかったよ、別やっても。だってそういうことあるじゃん。いや終わりやん、格闘技やし。けど相手が出場できんくしてしまったのはもう悪いよ、それは悪い。